今日は県内で新たに23人が新型コロナウイルスに感染したと発表されました。静岡市では1回目のワクチン接種を済ませた高齢者が入居するグループホームでクラスターが発生しました。新たな感染者を自治体別に見ますと、静岡市が7人、浜松市が5人、沼津市、長泉町でそれぞれ2人などとなっています。1回目の接種直後ですね、やはり抗体はですね、こう増えるんじゃなくて少しこう免疫力がちょっと下がるらしいんですよね。ですので、その間はやはり感染リスクが高まると。静岡市は葵区の高齢者グループホームで今日までに入居者3人と職員2人の合わせて5人の感染が確認されたため、クラスター発生と認定しました。このグループホームでは今月2日に入居者と職員合わせて33人全員が1回目のワクチン接種を受けていましたが、9日に職員が発症したのを最初に感染者が増えていきました。市はワクチン接種からある程度の時間が経過しないと抗体が十分に作られないとして、ワクチンを打ったとしてもしばらくはマスクなどの感染対策を続ける必要があると注意を呼びかけています。